今回の実験は一般のモーターでも発電機と同じなので手で回転させれば発電ができると先輩方から教えてもらったことを実際に試すことができなかったのでやってみたいと思います。はい、すいません、ちょっと、この一般のモーターで発電ができると聞いたのでちょっと手放しで発電してみたいと思います。ちょっと今日頑張ってくれるラプツンです。お願いします。さあどうぞ。回していますが全然出ていませんね。パップ頑張って。パップ頑張れ。あれな、全く出ない。でもちょっと出てんじゃない。ちょっと出てますけど反応が弱すぎて表示がされてない感じです。まず、あ、ラップさん回してくれました。あ、はい、あいった。あ、 1.2 1.4 まで出ますね。はい、次はちょっと、ランプをつけてどれぐらい発電するのかをやってみたいと思います。はい、はい、こちらのランプつくかどうか試してみたいと思います。ではお願いします。はい、あれ消しといて、電気消していいよ。今現在 1.2 ボルト出てますが全く光りません。はい、1.2 ボルトですが、LED ライトなんですけどもやっぱり全くつかないですね。はい、やっぱり手回しでやったら LED もつかないぐらい大変なのでちょっともうちょっと、効率の良い方を考えてみようと思います。7.5kW のモーターで 7.5kW のモーターを回転させ発電した電力で白熱電球 3.2V を点灯させてみようと思います。一応点灯はしました。発電はできているみたいです。白熱電球は消費電力が大きいので次は消費電力の少ない LED ランプ DC12V を点灯させてみたいと思います。はい、すいません。こちら整流器というものになります。こちらこんなに小さくて、薄いものになるんですけども、はい、こちらにですね交流の電流を、入力するとこちらから、直流で出力されるというものになります。こんなに小さいんですけども、交流から直流に、整流することができる装置となっています。左が交流電圧です。右側が整流された直流電圧です。
直流で点灯させた方が明るく感じます。一般のモーターでも大丈夫です。そうですね、一般のモーターでもちゃんとこれが発電してます。これが回復交流で LED ランプを点灯させた時よりも直流で点灯させた方が明るく感じました。今回の実験をするまでもっと高い電圧が出力されると思っていたのですが、実際の発電量は AC7V ぐらいでした。最後までご視聴ありがとうございました。もしご負担にならなかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。